皆さんこんばんは。ついなま初開地夢ホーム石川佳久です。3927北村さゆみです。もう3月も終わりですね。マジに、やばいねってなんでそんな、ね、年度末ということでもう、ね、会社の仕事をしながら聞いてますなんていう方も多いみたいなんですけど、ね、もう今週4月だっけね。そうですね。どうですか、忙しいですか。やっぱり、まあ、コンスタントにね、ちびちび忙しいそうなんですか。いや、すげえ忙しいだろ。税務署は来ちゃいけない。ああ、それはありますね。ちびちび忙しい。どんなことあの皆さんからのいろいろ質問がありまして、完全防備というかね、すごいそんなに来て大丈夫ですかっていうツイートがたくさん来てますけど、ソーシャルへの書き込みが。私これ2枚しか来とらんのよ。あ、そうなんですか。おう、これとこれだけだけど。そんな、あとブラジャーとね、絶対絶対だ、男のブラジャーしとるから。あ、流行りましたよね、ちょろっとね、一時期ね。結局なくなりましたけどね。そうなん、あんまり聞こなくないです最近。押したか、押した。やっぱりやってるんだねえ、まあ、見せてくださいとは言いませんので、まあね、はい、バレるけね。まあ、年度末の締めくくりで、はい、今夜とですね、明日のついなまは共通のテーマの内容を考えておりまして、後ほど一文字さんが登場すると。知らなかったですかなわけないということで、一文字さん登場しますので、はい、後半になると思います。お待ちいただきたいと思います、はい、どうぞ今夜もお付き合いください。ついなま初開地、この番組は住宅リフォームと外交工事でおなじみの素敵住空間夢ホームの提供でお送りします。もう3月も終わりですねなんていう話だったんですが、実は明日はですね、長男ゆうたろうくんのお誕生日ということで。そうそう、9歳になるんや。ねえ、なんか盛り上がってました本人。もうなんかプレゼントのことばっかりでね。あ、プレゼントはもう決まってるんですか。もう肯定。任天堂のあの 3DS。 おお、まあ誕生日と新旧祝い合わせてね。あ、結構ね、ちょっと高い、子供のプレゼントの値段じゃないな、あれ。いい値段しますよね。2万5000円か。ねえ、前の DS も持ってらっしゃるんじゃないですか。それはどこかに行くんですか、あら、長女にお下がりになるんだろう、ね、譲られるわけですね。へえ、なんかお誕生日会とかじゃあ考えてらっしゃるんですかね。そうそう、明日夕方いうか夜からね、みんなで祝ってケーキ食べて。ケーキはもちろんあの相変わらずみんなで切らずに食べる方法で、そうそうそう。へー、ケーキの種類は今回決まりました。まあ、今回はあのケーキ屋に頼んで、あの稲妻イレブンの絵を描いてもらってね。稲妻ケーキになった。稲妻ケーキなんですねうわ、でもそのこう柄とかって最近指定ができるんです。漫画のなんかコピー持っていったら500円かな。え、そのまんま押してくれるんですか。おお、綺麗に、プリキュアでも綺麗に書いとったよ。すごい、でもなんかそれもったいないですね、食べるの。もったいないけど一瞬だねよく写真撮っとかないとね。そうそうそう、だけどもうちょっと待てってから写真撮るよね、下手したら隣から手が出てきますもんね、ベタっとねたーいあっていう瞬間にちょっと赤ちゃんには分からんけね、あてゆんが絵が壊れちゃうかもしれないんで、そうそう、要注意じゃね。じゃあ明日は楽しい一日になるということで。そうね、どうですか本人、なんかあのツイートでちょっと面白いのがあったっていう話にもなってましたけど。そう、春休みじゃん今、はい、なんか夜更かししとってしょうがないのよ。おで、まあ、この何日か父さん今日は夜更かし振りよって言うんだけど、だいたい9時台前半で
寝とる。それでも本人にとってはちょっと早い方なんです。早いじゃない、遅い方なんです。いや通常通りだろう。そういう我慢ができないでリズムになったんだろうね。いやそうなんです、ね、うん、だけど今日はあの8歳最後の日だけ、ええ、絶対夜更かし振るけねみたいな感じで、ええ、いいよね。起きてました？まだ。いやもう寝とった。早いな。もう事務所から、ね、うん、一旦事務所から家帰ったら、ええ、もう寝とったけんね。早いわそれは、うん、いやこれでまたちょっと来て、ええ、夜更かし振るんかの思いながら、ね、あ、お昼寝的な感じなのかもしれないですね。そうそうそう、うん、へえ。まあもう春休みも突入なのでね、って言っても土日があっての今日平日休みは初めてなんですっけ。うん、実質今日からよな。ええ、ええ、うん、どうですかっていうのもおかしいですけど、まだ1日しか経ってないので。どうなんかな、サッカーボール蹴ったりね、うん、おお、なんか去年と明らかに違うなってありますか。こう小学校って低学年高学年って言われて、一応 3,4、うん、年って中学年にはなるんですけど、半分にしたらね、うん、こう3年から4年ってこうちょっと1個級が上がるみたいなところがあると思うんですけど。お、去年は児童会教団かな。おお、春休みでもやっぱり働く家庭の子が行くような感じの、でも3年生で終わるじゃけ、うん、自動化行かれんのよ。いけないんですよね。うん、でまあ暇でブラ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 して、うん、漫画読んだりね。うん、筋肉マン2世を、2世を、うん、さっき話題になってましたけど筋肉マンの2世がいるんですね。うん、へ、筋肉マン太郎いうのはね。じゃあ結構こう本人的には興味があることをどんどんやれる時間みたいな感じになってるんですかね。ほうね、まあ、わしが言うのはもうとにかく本よ、何でも本読めよれいう話でね。うん、うん、いいことですね。そう、本読んじゃあの真剣ゼミの春休み交付みたいなのやれおるよ。うん、うん、春休みって宿題がないんでしたっけ。冬葵さんが今書いてらっしゃるんですけど。ないない。あ、本当にないんだ。野放し状態だけね。へあ、まあでも確かにそうだった気がする。うん、なかった気がします。そう、でまあ普段まあそのね、塾行ったりどうだこうだいうのは言わんけど、うん、3年生でやったことでわからんことを4年生に持ち越すないう話して。あ、確かにね、うん、で割とそうね、総復習みたいなのをそのチャレンジ3年生でやって、うん、うん、でわしが丸ペケやってで教えるいう形。うん、勉強結構好きな方なんですよね。お、いろいろこうわからんことを勉強するんかな。うん、うん、知らんことを知るいうんが好きみたいなよ。へえ、うん、だけど算数、まあ国語は結構ね、歩み渡しの時の成績が真ん中ぐらいだったからね。はい、理科だけはよくできましたばっかり。好き嫌いで動くのを思ってたから、ね、うん、理系ですね、もうすでに。うん、頭は理系なんだろうな。算数もあれよくできましたね。え、これ通知表って、うん、なんか取りに行かれたんですか。いや、3学期はね、子供に手渡しでね、うん、1、2学期はわしら先生のとこ行って長話して帰ろうとかね。なんかね、確かにね、考えたらそうだった気がします、自分の時も。そうですか。やっぱり先生たちも忙しかったのかなって。私も3年生じゃないよ、3学期の時自分で持って帰ってた気がしますね。モンスターペアレンツからの攻撃受けるのが怖いのかな思って、ね、年度末にやるなと。そうそう、お礼参り的なもんがある。そんなあるわけ。ちょっと来いってか。いや、でもなんか年度末の忙しさとかそういうのも考えてなんですかね。確かにそうだった気がします。まあ、わし的にはまあいろいろ迷惑かけたけね、うちの長男のことで先生に、うん、まあ最後ぐらい挨拶しとかないけんかな思よたら手渡しじゃ言うけどね。まあまあええか思ってからね。でも確かにそうだった気がします。なんかな、最後、うん、逆ならええんだかな、うん、1、2学期手渡しで3学期は親だったら、ね、最後ね、ちゃんと話ができたら先生お世話になりましたって言えるんじゃが、うん、ちょっと逆じゃけんね。でこう尻切れとんぼ的なもんがあるな。あの、うん、筋肉マン2世は
週刊プレイボーイっていうのにあるんですか。そう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 、子供が読んじゃダメって書かれてますよ。プレイボーイはな、ちょっと、はい、が筋肉マン2世はそれだけでも、ええ、うん、まあ、ちょっとおっぱいプリンとかあるけど、それはまあ許せる範囲で、まあ、それはね、うん、わしが許す、うん、ね、男は一生おっぱいと付き合わなきゃいけないんだけど。そうなんだ。さあ、そんな名言も出たところで、春休みを満喫しているゆうたろくもきっと楽しみにしているだろう映画がですね、いよいよ今週金曜日ですか、レッツゴー仮面ライダー。おっぱいの映画かもと違う。いやいやいや、かわいそうですからゆうたろくんが。ねえ、もうね、いよいよ公開じゃね。はい、どうでしょう。まあでも前回話の流れ的に、いつ見に行くかという話になって、旋回記念を見た後に見に行くっていう形になったんですよね。もうね、一回ずっとるけ、はい、ここ、うん、ずっとらにゃちょっと考えたがね、うん、やっぱり旋回目を見て日曜日に行くか言うてようたら、2日がちょうど桜祭りでね、 ここら辺の、ほう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 、豪快じゃが来る、豪快に豪快にね、うん、見に行かなきゃいけないなと。そうそう、あのピンクとイエローが変身前のが来るんだったら行くんだけどね、わしらも変身したのしか来んじゃん。もちろんもちろん生身のが来てくれりゃね、 お父さん喜んで行くんだけどねってね、また生身っていう言い方がね。変身したが来るゆうけ、まあ、がっかりじゃの。誰が一番興味あるんですか。ああの、うん、長女、うん、はい、夢のがね、こう行きたいと、かいじゃーってから今言ってるんですね、うん、変身ポーズとか真似たりしてます。いや、なんかそのフレーズが合うんじゃないの。あ、うん、へえ、ね、じゃあちょっと行くのがどうするかになりますね。うん、どっちを優先しようかな思いながら、うん、でまあ映画はね、うん、そこまで焦らんでめかな思ったり、公開じゃあまあその日しか来んしね、うん、さあ、じゃあ映画を前にしてですね、お話ししていきたいと思います。テレビ朝日系列仮面ライダーオーズを石川さんが語り尽くすコーナー、毎週日曜日の8時から朝8時から放送している仮面ライダーオーズなんですが、昨日が第27話目っていうのと999回目の放送だったんですよね、うん、ね、うん、まあやっぱ主人公の伊達くんが活躍しようだね。いやだから伊達くんが主人公じゃなくてね、一応日野くんなんですけどね。だんだん影が薄くなってくるな、あのちょっと伊達くんがかっこよすぎるんでしょう。満面の笑みじゃない君や。あの匿名希望さんからテレビシリーズ旋回記念に向けた企画ということで、本来のストーリーそっちのけで見てますっていうことなんですけど、本当にそっちのけになってますよね、いろんな意味で。ほうね、変身したときはねいいですけど、なんか、まあ、ちょろっとアンクのフェルあコアメダルじゃどうだこうだ、今ちょろっと取ってつけたようなストーリーで出てきてるじゃん、あとはもうあのコメディタッチの30分だったな、何だったんだろうっていう感じも、間でねちょろっと気になるものがやっぱりあって、あの博士と博士のお姉さん、死んだお姉さん に似てるんですね、そっくりじゃ言うんで、うん、っていうのもありましたし、あとあの T シャツ見ました？ん？あの伊達くんとかが着てた T シャツにこうメダルが書いてあるんですけど、見たことがないのがあったらしいんですよ。そこら辺も何かちょっとあったみたいで、よう見とるねみんな、ねえすごいですよね。わしワンフェクで見ようたけえな、あれ事務所でちょっとね、ワンセグじゃ分かんなかったと思います、あれは。あの字幕でしか言わからないな。ちょっと難しかったかもしれない。あとあのまあ秘書のことがちょろっと書いてありますけど、里中くん、里中くん結構出番が多くて、うん、残業専攻なんだな、あれは。ああそうなんでしょうね、まあ、あの足見たらね残業してなさそうですよって、どんなことかわかんないですけど。ね、綺麗な足でした、うん、まあ愛しちゃったらね、うん、まあええよええよみたいな、帰りんちゃいってからそうなんですか、わしやっとくけみたいな。そうなんだ、へえ。
エイセルさんが、あのね、試験も終わって、あの一段落ということで来てらっしゃるんですけど、まさか1号のパロだとは思いませんでした。アンクの悪役が似合いすぎてまして、あの赤い髪すごかったですね。赤じゃったんかね。なんか長い髪にしてましたよね、片っぽね。おー、ショッカー狩猟だったんかな、あれが。ん？ん？敵のボフだったよな。そう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 、そうですそうですそうです。えらい気合が入った演技だったな。なんか普段の演技よりいいんじゃないって感じ。そうそうそう。ノリノリじゃったよね。えらいノリノリだよ、ほんと。相変わらず、後藤くんはダメなやつだったな。後藤くんちょっと力がなかったですね。どうせ俺は的な感じなんだろうな。でも、だんだんこう、なんて言うんです。武器も使えるようになったり、やっぱり伊達くんの育て方がええんだろうな。そうですね、かなりなんか、この後が見えてきそうな感じもあったと思うんですけど、まあそんな中で日野くんの存在はどこに行ってしまったんだろうっていう感じが。そう、日野英二いう名前がね、なかなか出てこんのよ。最近石川さんね、あの仮面ライダーのお兄ちゃんって言うんですよ。まあアンヤンよりいいかもしれない。大丈夫ですけど、まだオーズとしか言わなくなってしまうんで。そうそう、だけど脚本のせいか知らんけど目立たんよな。そうなんですよ、オーズにしても。まあいうシャウタとか新しいコンボが出たら、おおと思うけど。そうですね、変身した時にはね注目できるんですけど、それ以外でなんかうーんみたいな。もうちょっとねこう人物を掘り下げるいうかな、もう半年経っとるわけじゃけ、ちーと盛り上がりにかけるよな。まあ、でもちょっと今回のこの旋回記念っていうので別物として作ってるのがあるので、旋回終わってからのあっと驚く展開に期待したいなと。おお、どうですかね。あの鳥がまだ分かんない感じがあるじゃないですか。おお、 鳥の闇。まあなんかこう、まあ、アンカーは悪いやつじゃないようは分かってきたけど、ね、そうなんですよ。だから絶対双子なんだって。私の言い分なんだって。絶対双子なんだって、まあ、分かったっけみたいな。絶対そうなんだってっていうのは私の言い分なんですけど、なんとも言えんの。なんとも言えないですよね。ちょっとね、この間からも予想いろいろして外れてるんでなんとも言えないんですけど、まあ、伊達が死ぬのは分かっとるよ、私は。そんなことないですよ。死ぬ、殺しちゃダメ。あの紫のカンドロイドって今カモメトイボックスさんが紫、これのことかな。なんか T シャツに描かれてたのってお坊さんの色じゃん、紫って。そうなんですか。今ちょっと遠くに行きました、ね。確かにそうかも。紫何かのサフォリとかなんかね、紫言ったら仮面ライダーサフォードも紫だったっけ。っていうことはここで何かが出てくるんじゃないですかね。新しいコンボ、悪いのとかが。悪いコンボ、いや、あの敵方が紫のを持った。敵も最近目立たないなんて聞こえるよね。本当なんですよ。びっくりですよね。だけ味方もファエンし、敵もファエンし、そうなんです。伊達が目立つけ、やっぱり伊達が主人公みたいになってくるよね。そうそう、もうあれタイトル変えた方がいいっていうぐらいだって。仮面ライダー伊達。この間は後藤といい。単純すぎるじゃん。へえ、でもどうなんでしょう、恐竜系とかってカモメトイボックスさん来てますけど。あ、うちの長男もね恐竜系のは出るよって、あ、じゃあやっぱりその紫の分がそうなのかもしれないです。プテラノドンとか映画かな、なんかあったよ。え、じゃあそれが出てくるんじゃないです。そうなんかね、アンモナイトとか。アンモナイトってどんなになるんですかね。今ねちょっとネット上にあるのとかで調べてたんですけど、そうですね、やっぱ T シャツに書いてあるのが今まで見たことのないものだったと。すごいね。わしが語り尽くすはずなのに。新しい情報なし。新しい情報ないんですか、なんか。え、なしなんですか。ないの。うん、だいたいもうみんなのが詳しいよな最近。
や最近ね結構ね私も頑張ってこう調べたりするようにしてるんですけどこれをわしがこげふわってへえよー見とるねみんなみたいな紫ウニとかっていや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 、あやっぱりね、うん、ウニイクラ、うん、なんか寿司のネタみたいですねいい感じですけど、うん、まああん肝ぐらいおったら美味しいな、うん、あはあ、うん、いいですねでいや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 珍味コンボそれだったらなんか紫じゃなくてもうちょっと違う色にしてほしいですね、うん、塩辛じゃなやっぱりちょっと話がすごいところに行ったところで江戸紫になるねあそういう意味ですか醤油が似合うコンボね、はい、わかりましたうもまとめたな思ってうまいです、うん、博士のお兄さんがやっぱ気になりますねあとねえねおねお姉さんかお姉さん、お姉さんがどうなるか、うん、ね気になりますけどあとですね匿名希望さんから、はい最近バースはセルメダルを使いすぎのような気がしますなんか1億1億言いながら全然舐めてないですよねあの映画監督のギャラの方が高かったんじゃないか1000万だよだろそう1000万って言ってましたにしては何もまだ作ってないですけどねなんかねヤミーたちが強くなったんですかねって書いてらっしゃるんですけどでもヤミーたちのこう力もねなんとなく分かんなくなりましたよねまああの鶏みたいなヤミーがおるじゃんはい鳥闇ね鳥闇ねあれが一人こう鶏じゃないわ鶏じゃない鳥です鶏ってヒーハ君がおるじゃん、ね、鶏闇かなでも一応なんか不死鳥みたいなイメージはあるんでしょうけどねあ若干セサミストリートみたいな感じになってますよね、うん、ちょっとか親近感湧くよね、あの悪さはねちょっとね今ね今ちょっとなんで私が吹いてしまったかというとカマメトイボックスさんのウニイクラカニ味噌軍艦コンボちょっとこれにハマりました99円かいね寿司ネタねえちょっとカッパカッパカッパあったら面白いですけど ねこの間行きましたけどねポポポポーン言うてあの一応ここヒーローコーナーだったんですけど今日はどういう方向に進んでるんですかね豪快ジャーのルカちゃんが気になる今日この頃えどルカって匿名希望さんどの子になるんかねルカちゃんちょっと調べといてくださいよルカちゃんルカとはなんかあのいじめ少年みたいな感じ豪快ジャーは今回どうだったんですか豪快ジャーあのイエローが活躍したんやな、ええ、なんかだんだん見よったら結構可愛いな思いながらねえ前からでも言ってらっしゃいましたよね可愛い前はこうパッと見のわしの直感であ可愛い思ったけど、ね、うんルカちゃんがそのイエローじゃないですかね、うん、確かそうなんかねそんな気がしますうちはうなずいてくれるわほらルカちゃんそうですねうんいや割とこうツンとしとるけど、うん、その中に温かみがある笑顔へえ、うん、合格合格もうその時点で大丈夫何が合格なので お父さんも思わず応援しちゃうよっていう感じですかあれはもう全面的に応援しとるねへえ豪快なプレーをぜひ応援してね、うん、来ますもんねおジャッカー電撃隊だったんだ何ですかそれね、新谷さん。あ、寝とった今。うん、ジャーカーみたいな感じで。何の話ですか？今飛んだんですけど。ゴーカイジャーの中で。あ、ゴーカイジャーの中で？うん、確かそうやったよな。あ、そういうのが出てきたと。あ、チェックしとらんだ。ゴーカイジャー、うん。勉強不足だ。ちょっとね、ゴーカイジャーはね、でもあの。イエローみたいですねでイエローですねうーんかわいいのかふーんあ嫉妬かいねこれうんちょっとでもあのピンクとすごく対照的な2人を選んでますよねうんどっちが好きって聞いてこう話が分かれるようなそうそうピンクフリフリでそう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 イエローが
ちょっと男勝りなというか、あれをツンデレというか、うん、そんな感じがありますけどね、うん、ええこと言うた、まあそんな、ヒーローものなんですけど、まあでもなんといっても金曜日の公開がね、うん、うん、結構みんな楽しみにしとるな。そう、気になるところだと思いますし、40代の諸君もそう、見に行くっていう方もね多いみたいですし、あのだいたい2日前ぐらいから予約が取れるんじゃないかと、席の、うーん、だからあの事前に電話しといた方がいいですね、いつ頃から予約取れますかっていう風に。いや、わしはもう早朝一番組ですよね。そうそうそう、狙っていって、うん、それを言ったら旋回記念を見て家を出ようたらアウト。遅いんですよね、うん、それは大変。ここ7時半でね、ワンセグで見ますかそうね、迷うところよね。うん、これは迷うところだと思います。まあ一番旋回記念は、まあ旋がつくいろんな芸能人の方がね、あ、千秋、千秋出てましたね。ちょこちょことこういろいろまたこれから出るみたいなんで、千と千尋今ね出てるの想像してしまいました。千と千尋が前隠しってことだね誰か助けてくださいお願いします救えません。まあそんなのが出てくるかどうか、そのあたりもね注目してもらいたいです ね。あと、まあ T シャツに書いてあるメダルが何なのかっていうのを、そうだね、うん、じっくり皆さんも見てみてください。メダルのガチャガチャ、大人が振るけ1日で売り切れるんやろ。私もこの間見ました、朝方見たのに昼通った時何にもなかったんですよ週末本当ですね、あれびっくりしました。お、前の日伝え行ってね、次の日の昼行ったらもうメダルのないですよ、ね、ガチャが売り切れて貼ってあるんよ。びっくりしました、私も見ました、その現場、ま、秒殺じゃの思ってね。ねえ、きっとやってるでしょ。ふいさあ仮面ライダーオーズ、来週はいよいよ旋回記念ということで、ぜひ皆さん注目して、といってもなんかストーリーが面白い感じになってますけど、ちょこちょこ間になんかいろんなヒントが出てるんで、読みとかでいけんね、はい、見逃さないようにしていただきたいと思います。仮面ライダーオーズを見た後はですね、必ず感想などをついなま初回一のツイッターついなま201や石川さんの、夢ホーム宛ての方に送っていただければですね、紹介されちゃいますのでよろしくお願いします。こんな発見ありましたとかね、あればいいと思います。見とるね、はい、お待ちしてます、よろしくお願いします。さあそれでは1曲お届けしましょう。ブレッツタフできっと飛べる。虹の向こうに何があるのか、それは君が知っている。涙流したあの青春の、その向こうにも友が歌が輝く。何があるのか、それは鳥が知っている。丸い地球に広がる海の、その向こうにも人が街が恋する。若者がI can play music and so な時に、あの日あの時僕たちはいつも輝いていた。そう明日はそこに君がいる。確かな未来へ向かってきっと飛べるだろう。
の向こうに何があるのか、それは風が引いている果てない空に流れる雲のその向こうにも願いが明るい未来がある。 Did I get burned? 無事かそうな時にあの日あの時僕たちはいつも輝いていた。 So 明日はそこに君がいる。確かな未来へ飛べるだろう。 So 明日はそこに君がいる。確かな未来へ向かってきっと飛べるだろう。石川さんが今思っていることを自由にトークしていただくコーナーです。名付けて石川コラム。石川さん、今週のテーマは何でしょうか？テーマはね、はい、あの情報とは、うんうん、これね、はい、まあ、今回震災でみんな情報が錯乱したよね、で何が本当何回も分からなくて、で、まあ、ツイートでもツイッターでもね、みんなこうわーっとマジかいうような情報でもポン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 普通の人が発信できるようになって、うん、ほんでまあインターネットが流行りだしてまず考えたんが、インターネットから得る情報いうのは、まあ、ほんま情報対話のんよ、うん、情報資料いうのよね、ええ、うん、情報資料、そうそうそう、資料にしか過ぎんのよ、で一個一個のその情報資料をツイッターなりそのネットのニュースとか、うん、いろんな資料を仕入れて、結局情報を言うて言えるのは自分の頭の中にできるのよ、うん、その資料を組み立てて自分なりに、あ、こういう情報だったんだいうのが初めてできる、うん、頭の中でこういろいろもう膨大に入ってくる情報資料を分けて、ええ、自分で考えて選択して、うん、組み立てていかにゃ、このこれからの時代さらに混乱するんじゃないかな、みんな情報が多い、うん、情報資料が多いすぎて、確かに、うん、だけツイッターでもたまに見かけるけど、その情報の情報源はどこですかって、うん、絶対入ってくる。で 先週の木曜日だったかな、わしがあの東電のツイートしたらガチャピン抜いて全国3位まで行ってしもうって、ね、リツイートが、ええ、うん、でその情報源はわしは単純に別に誰でも見れるニュースを見てつぶやいただけなんだから、こんなことがあったというふうにね、うん、そうそう、ただそれをみんな、あまりテレビのニュースを見んのかな、うん、それはどこの情報源ですか言われたけど、情報源言われてもテレビなんだけどな思いながらね、だけどそれがみんな情報に神経質になってね、何が本当なんか逆に騙されまとか、もう結構みんな神経質になってきおるみたいだけど、うん、そうね、いろんな情報源から出てくるその情報資料をやっぱりみんなこう注意するんはせにゃいけん、うん、ただその情報資料を情報と捉えるんは結局自分の頭の中だけ、うん、これはもう注意して、まあデマとかも多かったんだろ震災の時に、そうですね、かなり多かったみたいですね、うん、それを楽しんでやれる人間もおるわけじゃけ、うん、か、まあ、知らずにデマを真に受けて、うん、その人がこれは伝えにはいけん言うた善意のツイートもあるだろうしね、うん、そればっかりはもう
みんなこれから本場の情報社会に突入しとるけんね、注意せないかん思うたよ。まあでも本当に、あの10年前を思うだけでも5年前を思うだけでも状況って全く違うじゃないですか。その情報源を得る力っていうのが、このソーシャルとかが出だしたこと自体がまだこの5年10年も経ってないぐらいですよね。そう、この前ね、技術者の会議いうか行ったんだけど、そのネット社会が発達したことによって人間が脳みそが横着になってしまった。もうネットから出てくる情報、情報も頭の中へもう鵜呑みにしたら考えんでもいいじゃない。覚える必要がなくなってきましたもんね、あ、そうなんだって自分で考えないようになって、やっぱり便利になればなるほど人間は横着になっていって思考を停止してしまう、インターネットで、あ、便利だなーって情報がどんどん入る言うけど、やっぱり自分の中で思考を停止させず、考えてどれを自分の情報に振るかいう話よね。これはやっぱり、まあ、こうやってユーストリームじゃツイッターじゃいろんなあるけど、みんなが注意して受け取る側も発信する側もね、注意していかないけんなと、そう思いますよ。はい、ということで石川コラム、今日はですね、まあ、情報のね、あの自分の見極め度がどこまで培われていけるかっていうのが問題なんだよということをお話しいただいたんですが、やっぱ危険なもんではあるよ。確かに本当今回それは思いましたね。生き死に関わるじゃない、避難場所のデマとか。そう、昔は ね、テレビとラジオと雑誌くらいしかの、情報源でしたもんね。それをやっぱりみんないろいろ読んで断片的に頭の中入れて考えようたよね昔は。今はもうそのままダイレクトに脳に入ってくるかな、だけどあんまり考えようになってしまうとる。これはやっぱり危険だな思うよ私は、今ちょうどあくびさんもねそんなことを書いてらっしゃったんです。うわ、今ソーシャルがダダッと流れてしまったんで、どこに行っちゃったんだろう。ちょっと待ってよ、あのそういうね、やっぱり子育ての仕方っていうのも考えなきゃいけなかったなっていうことをね今書いてらっしゃったんですよ。やっぱりね、うちは長男にもとにかく自分で考えという、聞けばすぐ答えは出るんだろうけど、とにかく自分で考えて答えを出せ、その間違いを取ったらほら世の中が教えてくれるけ、そうですね、お父さんなり、とにかく自分で考えて答え出せいうのは言うな。多くの、情報源の中からどれが本当の情報なのか見極める力をつける、そういう子育てが大切ですよね。自分の子育ての反省も含めて考え直して考えてしまいますと、あくびさんもね書いてらっしゃいます。まあね、わしらも、初めての子を今ようよ9歳まで育てたぐらいだけ、試行錯誤だからな、子育てについてはあんまり大きいことは言えんが、みんなでこう相談し合いながら頑張っていきましょう、ということで情報ください。はい、石川コラムお届けしました。さて2週間前、震災直後だったということで、この番組で石川さんから広島からできることっていうのをテーマに話してもらったわけなんですけど、はい、そのコンセプトで明日のツイン生は4時間の番組を予定してるんですね。すごいね4時間。はい、一文字頭です。こんばんは。いやもう本当にね、また来ましたよ、これ2回目ですよ呼ばれるのね。嬉しいですね本当に。明日やります、夜8時から、4時間で大変と思ったんですけど、考えたら土曜日いつも4時間やってることにちょっと勇気づけられましてですね、まあなんとかなるんじゃないかなと、思ってますんで、
ね、いくつか企業さんに出てもらいましてですね、うん、協賛いただいて、まあ、それを、ちょっと寄付していこうじゃないかということで、はい、時間的には8時から深夜0時まで、はい、やる予定でございますんで、ここで PR させてもらいに来ました石川さん。 ありがとうございます。本当にね、石川さんのおっしゃる通りですよ、情報は大事ですよ。 うちのおふくろがついに言い出しましたからね、やたろうテレビ買えおあのあれアナログなんですよ今うち、ね、でやっぱテレビ見てて不安になったんでしょうね、このテレビが7月で見られなくなるのが。私はどちらかというと、まあ、もうあのテレビ半分ぐらいにしてちょっとラジオでもしっかり聞いてほしいと思ったんですけどね、やっぱちょっと不安になってテレビ買えと言い出してですね。あれ地デジの延期になった、あそうなんですか、今回のことがあってちょっとそんな話になってますね。そうなん、そうなん、はい、俺情報大事じゃんそうなん、じゃあ買いに行くのやめよう。本当に今それがさ、某デオデオが決算処分かなんかで3月31日まで安いって噂聞いて、これもデマ、じゃあいやそれがそんなことない、そんなことない、延期になったんですか。そりゃそうよね、今日通信のもんと話しとったら、あそうですか、うん、じゃあまあちょっともっと遅くていいですよ、じゃあ買い替える、こっちネジどころじゃないいう話でからそうでさね今ね、でうちのおふくろはもうもっぱらテレビとラジオで情報を収集して自分で考えるって感じじゃないですからね、もう本当にね一歩手前でしたよ買い占めの、本当にね、まあまあそんなおふくろも含めてですね、ちょっとあのあれですよ、これからツイッターのアカウントとか教えようと思うんですけど、年寄りに教えるの大変ですねこれね。そうですね、アカウントというのが分からんです、分からんですよ ね、 もうね、それをどう言うかがまず大事ですよ ね、 まあ、とりあえず災害ダイヤルからね、災害何伝言ダイヤル、あれから教えようと思う、これも大変ね、本当にね何から何まで大変ですけど、まあまあ、そんなおふくろのことも考えながら、親父のことも考えながらですね、年老いて離れて暮らしてますから、本当にこういう時どうしたらいいかとかっていうのをね、今自分で考えながらですね、明日の番組のことも考えながら、過ごしてる時間でございました。明日楽しいですよね、かなり楽しい番組になると思います、ね、楽しみ、はい、4時間8時から4時間やりますんで、はい、チャリティー協賛企業の方と電話つないでお話しして、その企業がどんな企業でどんな商品を作ってるかを紹介して、であとスカイプでつないであのミュージシャンに歌ってもらったりとかですね、そういうことになっておりますんで、ちょっと本当に楽しみにしていただきたいと。この様子を見ている人も明日必ず8時からまた、つい生を見ていただきたいと思いますので、そうですね、よろしくお願いします。4時間なのでかなりの準備をしてもらってね、そうね、ね、いろいろ、ね、お菓子もそうですし、いろいろ、ね、お菓子とかね、飲み物も ね、 ね、 いやいやね、今だってあの美味しそうなチョコレートスーパービッグチョコ買わせていただきましたけどね入ってくるなりチョコレートとびっくりしましたよねまあでも石川さん大変ですよね今ね、土曜日かなんかテレビでね、うん、まあ、うちの兄貴が津波に遭うたあの松島基地のテレビがちょうど焦点、うん、で津波で壊滅して不眠不休で4日間で滑走路を使えるようにして、うわ、でちょうどうちの兄貴から連絡来たのが5日目の昼じゃったんですよ、うん、だけどまあ、あなんで5日目だったんかないう理由がね、うん、なんかようよう分かったような感じでね、うん、まあ、どうすごいなあ思って ねなんかね、いろんな人のでもあのブログとかを、本当にさっきの石川さんの話じゃないですけど、こういうインターネットができていろんな人のブログとかツイッターとか見ることができるようになってね、僕もあの看護婦さん の、 その現地に行っている看護婦さんのブログとかを読んだらね、やっぱりあれですね、まあ、行ってないんでそこまで自分は行ってなくても自分は胸が痛いって言ってるんですけど、人にとってはさらにもう胸が張り裂けるようなね、そういうのをまあ言葉にしてしか見ることができないんですけども、それがまた歯がゆいところでもあるんですが、それを見ながらやっぱりちょっとなんかしたいというかね、ずっとやっていかんときですね、長い時間かけてね、うん、ちょっとずつ今だけのもんじゃないけ、まあ、今後10年はかかるでしょう、ね、で絶対自分もチャンスができたら、向こうに行ってね、なんかこうなんかな、まあ、な何をするわけじゃないんですけども、旅行でも何でもいいんで、とにかくちょっと一回行って、近くに感じてみたいなとは思うんですけどね。そうですね、あの自分はぶっちゃけ阪神大震災の時ですね、声をそのラジオでラジオビシビシバシバシランランラジオっていうのやってて、阪神大震災があってもうすっごいやりにくくて、まあ、1週間ぐらい放送なかったと思うんですけど、それから以降普通のレギュラー放送になって、うん、そんな時にさ、今度
ね、ギャグのハガキとか読みづらくて、なかなかこう番組することができなくて、その時の気持ちはですね、これまた不謹慎なんですけど、お葬式って黙っとく方が楽じゃないですか。ね、何も喋らずにあの前の人がやるお焼香の通りやる方が楽だったりするんで、その阪神大震災の時の自分は結構それに近かったですね。あまりこう声を出さずに、声を出すとなんか怒られちゃいけないんで、人の通りやっとこうみたいな、そういうちょっと反省があるんで、まあ去年の庄原のあの豪雨とかね、もっとやっときゃよかったなと思って反省もしてるんですが、今回はだからもう本当に僕を利用してもらっても構わないんで、いろんな人にこうね、なんか届けられるようなことをやっていきたいなと思いますんで、はい、まあ、とりあえず明日は8時から、はい、ドドンと4時間、そういう趣旨のもとにドドンとやらせていただけたらと思いますんで、はい、ドドンとというのもちょっと不適切な表現でしたね、私の中ではね。まあ8時から4時間の生でございます、ね、何が起こるか分かりませんけど、はい、みんなの書き込みと、それからまあ企業の方と、それからミュージシャンの方と一つになって広島から発信できればと思いますんで、一つ皆さんよろしくお願いします。石川さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。誕生日の間なんですけどね。そうね。いつ誕生日なんですか。明日。あら、まあ、3月生まれですか。明日誕生日ですか。息子さんが。はい。あ、息子さんが。はい。おめでとうございます。先に言っておきます。先に言うなよな。本当にね。だから、まあ、ちょうどお子さん寝られる時間の後なので。そうね。またね、うん、ソーシャルとか入ってきていただきたいですね。まあ、別にお子さん寝かす必要もないですけどね。一緒でいいですけど、ね、いや今日あの早く寝るんだよっていう話をしてたので、大変ですよ、子供早く寝ないとね、いろいろ夫婦間のこともありますしね。本当に早く寝ろって思う時ほど寝ないんですよ、これが。そうなんですか、子供っていうのはね、やっぱ親がそわそわしてるのが分かるんでしょうね。空気読んでるんですかね。すごい話になってきてますけど、すいません。うちらはもう爆睡だけね、子供さんによったら、ね、すごいな、もうね、まあ本当なんかね、はい、子供が大きくなるわけですから、その子たちのために何とかしてこなきゃいけないですよ、本当大人はね。やっぱりこうこれだけ大きい災害があったら、こう自粛、過剰な自粛がね、やっぱりみんなストレスになってくるんでね、やっぱり笑いはやっぱ必要だな、もう、ね、それはそうですね、笑いとか音楽とか言葉とかね、ですよ、本当にそう思いますよ。あんまりそれが不謹慎だとかいう神経質な攻撃運もね、なかなか困りもんだな、もうね、やっぱり、まあ、一回みんなが優しくね、はい、全部受け止めてね、価値観が違っても、で違った人には優しく言う。ちょっと違うんじゃない。ねみたいな。ねみたいな、はい。そういうのがいいと思いますね。ポポポポーンね。またまた。もう本当ね、本当あれをね、セットストックで歌ってほしいわ、俺。ポポポポーンを、はい、本当に声を大にして、それぐらいやっぱ思うわ。何を思うの。まあ本当にお邪魔しましたけど、はい、明日8時からでございます。ですね、アナログ放送終了なんですけど、一応ですね、まだ総務省の方では2011年7月24日 の、 あの終了という形の、ホームページなどが出てますので、まだちょっと正式発表にはなってない。どうだろうな、ってことですかね。現場関係だけだろうな、正式発表になってないので、もうちょっとあの正しい情報がそれこそ出るまで、はい、待っていただければと思います。よろしくお願いします。デマ言ってるの。でもまあそういう話には今検討になってるんですよね。あ、実際できんだろう、ね、現実的な問題でね、東京タワーの上もあんな、ね、曲がったりなんだりとかもあったので、工事自体もあんまり、やっぱり現地のインフラ整備とかね、ああいう資材関係でやっぱりこういうまず通信インフラとかね、ああいうんだけちょっと難しいんじゃないかね、いう話を。まあ皆さんラジオは関係ございませんので、一つラジオを聞いていただいて、すくすく育っていただきたいと思いますんで。ね。でお袋に言っとこう。ラジオだよやっぱりって。いや、まあそれほどうちのお袋にとっては今回のことで、テレビというのしか
情報を得るものがなかったんで、もう一日テレビ見てます。俺より詳しいもん、あのニュース速報に関して。お袋の言い方ってすごいよ、今日速報が何回出たって。すごい、それは中身より回数よ。数えてるんですね。そうだから、それぐらいのことですからね。まあだから、なんて言えばいいですかね、そうなんですよ。だからテレビがないと不安になるっていうのもよくわかるんで、まあ、ちょっと買ってやらないといけないなと思ったんですけど、まあどっちにしてもね、移行されるのはされるけどね。まあだからね、お袋に今更そのネットをやれとかいうのはあれですから、テレビもちゃんと正しく、そのなんていうんですかね、真っ当な情報をやっぱ流してほしいと思いますね。ネットもデマが多いけど、テレビもその個人的にはこれどうって思うような情報もいっぱいあったもん ね、 ね、ありましたね。局によって違いますよ ね、 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 そうそうそう、考えてほしいなと思いますよ本当に。まあ、じゃあ明日の4時間を皆さんがですね、どんどん今ツイートをしてくださってたり、こうリツイートとかをし合ってくださってて、あの明日のことを宣伝をしてくれています。ありがとうございます。みんな頼むよ明日、みんなも明日4時間あれば悪いけど正座して聞いてください。星座がもう足が締めてギブアップの時には書き込んでください。ギブアップ、ギブアップ、そうそう、明日突然生電話というのもありますので、突然あの電話しますんで、みんなあの登録してくれている人は必ずあの、星座で待っとくよね。しました。何のしました、登録。突然生電話、突然生電話、これが意外に楽しいですけどね。登録しとかないといけないです。よろしくお願いします。突然生電話しますんで、皆さんよろしくお願いします、はい、結構皆さんね、突然生電話をね、覚えてらっしゃって、あの明日電話があるのかしらと。分かんないです、これは、こればっかり分かんないです、いつのタイミングとか分かんないんですよ。そうそう、できるだけたくさんの人に電話しようと思いますし、ね、できるだけあのみんなの声もですね、反映していきたいと思いますので、はい、書き込みでの参加もちょっとよろしくお願いします。タムタムさんとか、停電時は本当ラジオとツイッターが役立ちました。そうね、で、あの明日の計画停電がなくなったんで見ますねっていう方がいらっしゃったんですけどね。 ありがとうございます、それ関東の人、はい、そうでしょうね。そうです、そうです、という方もいらっしゃいました。ありがとうございます。ぜひあのみんなの声で、なんていうんですか、みんなの声で真面目に楽しく、そうです、長く、考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、ね、広島からの発信、そう発信です。そうですね、ね、頑張ります、はい、明日午後8時から深夜0時まで、はい、よろしくお願いします。ライブ配信、何があるかわからない、ね、すごい面白いと思いますのでぜひあの石川さんも入ってきてくださ お願いします。お待ちしております。さて、今夜のついなま初会長、別れの時間となってきましたので、ご意見やご感想などついなま初会長のツイッター、ついなま201または石川さんのブロ、夢ホームの方へお寄せいただきたいと思います。今ね、書き込みがバーってどんどん流れてきてくださってますので、読みたいところなんですが、ちょっとですね、なかなかバイバイとか言われてますので、まあ、テレビにかじりついてたなっていう方とかですね、いろんな話が出ておりまして、そうです、あのスカイツリーの方がテレビの電波発信なんですけど、はい、スカイツリー、はい、あの高いやつ、そうです、そうです、昨日金八先生に出とったという最初その話題でしたよね。そういうのね、今日、明日は残業で聞けないっていう方もですね、ぜひ、4時間録画、いや、もうあの聞けない人は仕方ないんで、ね、はい、どっかでまた募金してください。お願いします、よろしくお願いします。はい、録画もしてますので、またそれもご覧になっていただきたいと思います。そしてこの番組なんですが、素敵住空間夢ホームのブログでもいつでも視聴が可能となっています。毎回ライブ配信終了後に掲載しますので、聞き逃した方もお願いいたします。石川さん、次回は4月ですよ、もう4月4日、4月4日、はい、楽なリアクションですもう4月じゃね、桜咲いとるかねとか言ってほしかったんですけど、いや、桜遅れとるんですよね、開花の。僕がちょっと遅らしました、やっぱり。何をしたんですか。僕がちょっと遅らしました、ちょっと待てと、はい、ちょっと待てと言いましたんで、もうちょっとです、もうちょっと、はい、私が避けと言ったら避けます。おお、はい、じゃあそれはツイートかなんかで避けってこう、はい、ね、これデマですよ、デマこういう、情報の、ね、見分け方が大切ですという今日は勉強のすぐ分かるわよ、ね、分かるよ、言われないけど、あたり考えてもね適当なことね、え、本当、はい、すいません。それでは今夜はこのあたりでって、ここで終わるのも嫌なんですけど、なんでしょうかね、負けてけみたいな、はい、春休みの、じゃあ、あの明日誕生日の息子さんに一言一言
また無茶ぶり、無茶ぶりするな。まあね、うん、まあ、9歳になるいうんでね、いろいろやってみたいことが多いみたいだけ、まあ、親としてこうできる限り、うん、金のかからんことはやらせていこうかな。うん、まずは夜更かしからっていうことでね。まあ可愛いもんや。可愛いですよね。頑張って起きておいてもらいたいと思います。さあ、それでは今夜はこのあたりで、ついなま初開地。この番組は住宅リフォームと外交工事でおなじみの素敵住空間夢ホームの提供でお送りしました。一文さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。